チャリンさん、あなたの中間ラッシュです。というわけですね、今日はワイルドクラフトというねゲームをやっていきたいと思います。これは野生動物の話ですということですね。前回ですねザ・タイガーというあのゲームをやらせていただいたんですけれども、なんかあの時にたくさんのコメントをいただきましてね、皆さんこういう系のゲームたくさんやってらっしゃるなというのがね、よくね分かったんですけれども、今回まあ今初め狼なんですけど、まあ、狼じゃだけじゃないんですね。まあ、スキンをね、いろいろとゲットすると、いろんなね、動物ができるみたいなんですが、あの後ですね、たくさん、ああいう系のゲームめっちゃあんのな。タイガー以外にも。ウルフとか、そうですね、チーターもあったし、他にもなんかキャットとか、ドッグとかなんかいっぱいあったんですよ、すごく。なんですけど、その中でもですね、このゲーム、いろいろ全部やってみて、どれかを実況でやろうと思ったんですよ。なんですけど、その中でもですね、このゲーム、ちょっとね、若干その、動きは、今チュートリアルやってますけど、こう、もっさりはしてるんですよ。知ってるんですけれども、ザ・タイガーよりね。ただですね、ザ・タイガーはですね、もう、ただひたすらもう狩りをするだけのゲームなんですね。で、こっちのゲームはもうちょっと目的的なんで、今出てきましたけど、この狐をママと一緒に倒せ、みたいなね。うん。こういう、なんていうのかな。クエストって右上に書いてあると思うんですけれども。あ、戦いが始まりました。あ、ママも来てくれてますね。まあ、こんな感じで、ボスとかも出てくるし、もうちょっと目的的にね、できるので、クエストがあってそれを達成していくみたいな感じで。なので、こちらのゲームをですね、中心にやっていこうかなということになりました。で、こうやってボスを倒すと、はい、こんな感じでね、スキン、アクション、レアな服と、スキンもらいましたね。まあ、こんな感じで、グレードアップ、あ、そうそう、あと左下に今家族っていうのありましたけど、またこれ家族を作ったりとかそういうこともね、できるみたいなんですね。うん。あ、お母さんからついに、旅立ちの時が来ました。はい、というわけでですね、まあ、こんな感じでですね、シングルプレイヤー、マルチプレイヤー選んでやることができるんですけれども、まあ、一旦今日はシングルでやりますけれども、まあ、そのうちね、マルチとかもやっていきたいなと思っております。これ、動物ね、今、いろんな、やつが、あ、変えられるの？もうすでに、あ、雪、山猫？かっこいいね、山猫。へー。あ、熊もできますよ。あ、そっかそっか、これゲットしないとできないんだ。コインがないとダメってことですね。はい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 。で、コレクションの中から、あれ、さっきゲットした、何これ。豚にもなれる。あ、子供にもなれるんだ、いろいろ。はい、というわけで、まだですね、何にもできなかったんで、早速ね、始めていきたいと思います。レッツゴー。はい、あ、ワールドは結構いろいろあるみたいですね。まあ、ここ一番初めのところ行きましょう。はい、始まりましたよ。クエストがあるはずなんですけど、これですね。まずはウサギを狩りましょうということですね。はいはい、了解ですよ。ウサギ狩っていきましょう。あそこにいるじゃん。あれウサギじゃね？おら、待てこら、おら、ウサギ、てめえ、ちょっと待って。早い早い。あ、倒した。で、これ多分食べれるんだよ、こうやって。おしよ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 し。オッケー、ウサギゲット。あ、食べてない。食べた。オッケー。これで経験値とかがこうやって上がっていくんですね。はい。ウサギを、あ、ちょっと待って。16匹狩らなきゃいけない？あ、違うな。え？違うな。ウサギがどっかにいるはずだ。あ、いた。ウサギいたぞ。ウサギ待てこらー！ウサギ倒したやんかね。さっき。よいしょ。倒した。で、これね、こうやってね、持って運ぶこともね、できるんですね、ウサギ。さあ、ウサギもう一匹いたはずなんですけれども、どっか行ってし、いた。ウサギ待てこら。置かないとダメなんかい。置かないとダメなんだよ、これ。よしよしよし、倒した。オッケーオッケー。さあ、どんどん食べていきましょう。あ、てるんてんってなったぞ。これ違うのか、これ。ラッシーさんが食べてるのはウサギだけど、これ、クエストはウサギじゃないのか、もしかして。なんか違う感じがしてきたな。ちょっと、あ、消えたぞ、しかも死体が。なんということ。あ、もうなんかクエストはリスに変わってたんだ。そういうことか。リスに変わってたのか。リスはこの辺に、おいと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 、これリスじゃね、リス、こら、リス、ほら、ちょっと倒した。早く。ちょっとボスまで行きたいんだけどね。やばい、なんか変なの押しちゃった。これなんだこれは。変な目のマークがあるんですけど。これは何なんでしょうか。さあ、リスは倒せたのかな。まだ倒せてないのか。おお、待て。おいしょ。早いぞ、リス。おーし、倒した。クエスト完了。750コインもらいました。やりました。
OK です。さあこれで多分また別のクエストになったはずなんだな。なんか あっちにもリスいるけど、これですね。今度はウサギと、ちょっと待って、ウサギとこれ何、スカンク、ウサギとスカンク、ウサギ2スカンク1食べること。 OK ですよ。ちょっと待って待って待って、あいつは食べないですので、ウサギを狙っていきたいですね。ウサギ、スカンクはどこにいるんだろう。スカンク、スカンクがねどっかに、あれリスでしょ、あれリス、勝手にそっち見ちゃうんだ。なるほど、範囲内に入るとこれ結構やりづらい。あ、スカンクいたぞ。あれスカンクだろ、どう考えても。スカンク、ほら、あ、スカンク向かってきますね。スカンク割とアグレッシブ、そして強い。何気に何気に強い。おし、倒した倒しました。いいよいいよ、これ食べよう食べよう。 OK、 4回も食べれるぞ。よし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 、めっちゃこれお肉いっぱいあるやんけ。なるほどね、これ持ち運べる意味がちょっとわかんねえな。持ち運んでいくとそっちでも体力回復できますよっていうことなんですかね。さあ、あとウサギを2匹倒したいところなんだけども、ウサギ、あ、いた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 、おらー。あ、今ね、クエストをクリアしてたんですけど、今すぐパートナーと結婚することができます。あなたの仲間を見つけるためにマップをします、使用しますっていうのが出てきましたね。パートナーと結婚することができる。どうやって結婚すればいいんだろう。あ、待ってください、このハートが、ハートがこれ出てきてますね。これですかね、これを追っていくと、これか、彼女。お、やったぞ。仲間との結合に、あなたは 30% の健康に、仲間と戦うことであなたの優位性、あ、倒さなきゃいけないんだ、倒さなきゃいけないの。なんて過酷なのこれ。よいしょ、ほらほら、相手のHP を30まで減らさないと。 OK、 成功した。パーソナライズ、キャラクターの名前なんでもいいんだけど OK。 なんかこれで多分家族ができたんだと思うんだけど、どうやってやるのかわかんねえんだよね。これか、家族、あ、 OKOK、 これで、ラッシーとこれ2人でこれいるので、これでこう能力を上げていくことができますね。家族を強くすることもできますと、いうことですね。なるほどね。じゃあラッシーさんちょっと強くしていこうと。はい、あとですね、今これ2000ゴールドみたいなの持ってるんで、このが多分開けられるんですね。さあ開けてみましょう。ドン、なんか出てくる。あ、視線、肌、エリクサー、なんかいろいろゲットしましたよ。さあもう一個開けましょう。狼のスキンが欲しいんだけどな。ドン、いやダメだ、なんだこれ、馬か。あ、これ被れんじゃない、狼のやつ。そして無料でもう一回できる。ちょっとこれもやってしまおう。さあ開けられるよ。よいしょ、どうだ。あ、なんか鳥もできんのこれ。いいね、鳥やりたいな、鳥やりたいな。さあコレクション1個増えましたね。帽子が被れるようになりました。 OK、 やった、ラッシーさん帽子、あ、かわいいじゃん帽子、いいですね。さあじゃあちょっと次のやついきましょうか。スキカンクと新しいやつ増えてますよこれ。ラクーン、ラクーン、アライグマですかね。アライグマがどっかにいるはずですね。ラクーンを倒しに、ほら、ちょ、これはさ、あ、嫁さんも戦ってくれるね。よしよしよし、いいじゃん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 、これ。よしよし、これで狩りがちょっと楽になりましたよ、かなり。オッケーオッケー。食べよう食べよう。むしゃむしゃ。よしよし、あ、しかも仲良く食べんだね、夫婦で。いいですね、これ。よし、オッケー。あとは、ラクーンはどこにいるんだ、ラクーンは。そろそろここじゃないエリアに進んでいきたいところなんだけどなぁ。あ、いた、発見しました、ラクーン。お、結構こいつも向かってくんの、何気に。ちょっと肉食のやつと戦いたいですね。一旦じゃあちょっとこれクエスト進めてレベル上げていきますね。はい、というわけでですね、いろいろレベル上げをしまして、ついにですね、まず狼、肉食、っていや肉食かな、初めのボスだった狼ですね。狼と、そしてですね、ちょっと大物ですね、今度は鹿、鹿をね、彼というのが出てきたので、これはちょっと楽しそうなので、これやっていきますと。あとですね、奥さんがね、子供が産めるようになったって言ってたんだよね。ただ、子供の産み方がわからないんだよ、これ。家族でやればいいのかな、これ。ほい。あ、赤ちゃんを得る。レベル10で、あ、両方がレベル10じゃなきゃダメなんだ。奥さんがじゃあレベル10にならないとダメということですね。わかりました。じゃあ、ちょっと鹿を探しに行きましょう、鹿。鹿を2頭狩らなきゃいけないからね。途中、あ、こいつも、まだこいつも範囲内ですから。よし、倒せ倒せ倒せ。ほら、結構ね、レベルアップさせたから、かなり、ほら、20の敵を倒す。
これなんで、なんていうのこういうの。もらいましたけれども、よいしょ。鹿を借りたいですね。鹿は多分自分より大きいんじゃないかな。ちょっと狩りっぽさがかなり出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、鹿はやっぱ山の中にいるんすかね。ぽいよね。ちょっと探してみましょう。鹿見当たらないけどな。さあ、ちょっと鹿が見当たらないんですが、あそこにイノシシを発見しました。ターゲットではないですが、行ってみたいと思います。おらー、イノシシ飛びかかれ、ガバッ、おらー、ジャンプもね、こうやってできるようになったんですね。さあ、あ、強いぞ、イノシシ。やばい、勝てない、勝てない、これは。これは勝てない。うわ、やられた。強かった。いやー、ちょっとね、今回は鹿見つけられませんでしたけど、まあ、こんな感じのゲームになっておりますということでございますね。じゃあ、みんなさ、このゲームとザ・タイガーどっちが面白かったかをちょっとね、コメント欄にね、書いてほしいんだよね。で、それね、面白かったっていうのが多い方のゲームをやっていきたいなと思ってますので、ぜひね、教えてください。ということで、今日はま、じゃあこの辺にしましょうか。ねえ、最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね。バイバイ。